白樺並木すごいでしょ。一回デラックス。ホタテなの？回ってみる？ジブリの世界です。すごい綺麗。ファーム富田の隣。天気どう？あ、いいよ。いい？うん。さあ、いよいよ行くよ。よし、行こう。行こう、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 行こう。まず今ね、6時54分。お、うちらにしては早いぞ。地の駅ビルケを出発して青い池に向かいます。向かいます。こっからはね、多分3分ぐらいだと思う。いやー、いいわ。朝すがすがしいね。すがすがしい。もう今は最近ちょっと全泊、はい、にしてることが多いんですよ、うん、で朝一から回ると。はい、青池に到着しました。1回駐車場代、普通車は500円でした。はい、今は白金青池、ここです。昨日泊まったところは道の駅白金ビルケ、ここに泊まりました。7時だよ、7時うちらにしてはね、行動早いね。めっちゃ早い青池の売店。そうだね、そうそうそう。ここにトイレもあるし、うん、あとほらソフトクリームとかね、うんうん、いろいろ食べるものもあるんだよね。トイレがありました。青池見えてます。もうすでに一番綺麗に見えるスポット。うわー、すごい。ビュースポットです。見えますか、青池。よかったわ、激込みじゃなくて。朝早いからだよ。おすすめは朝です。綺麗だよね。綺麗だわ。この白樺並木がいいんだよ、またね。青池って十勝岳が噴火した時のこう土石流だとかを防波するために作ってできた人工の池。この、うん、砂防ブロック。おー、ここまで来てたんだ。ずっとあるんだよ。あら、うん、知らんかった。白ひげの滝、はい、青つながりですぐ目の前だから、ここもまたね2、3分で行けるんで。あ、ほんと。白ひげの滝に向かいたいと思います。はい、行きましょう。レッツゴー。今間違って駐車場大型車の方から入ったらしく、2000円請求されてびっくりしました。本当だよね。はい、白金温泉に入ってきました。白濁したさ、いい温泉、はい、あ、ここだ。ここかい。白ひげの滝の橋のところまでやってきました。これ、はい、ブルーリバー橋、17から25万年前の水が湧き出してるの、すごいと思わない？すごい。どう、白ひげの滝。おお、素敵。反対側、うん、下流側の方に見ても、はい、うん、すごい綺麗なんだよ。へー、おー、すごいでしょ。これが青池に繋がってくんだから。次はどこ行くの？次はね、信濃の丘に行ってみようかなと思ってます。へー、あ、そうなんだ。色彩の丘そう、じゃあ長いの？間違えました、色彩の丘です。色彩の丘、この辺のはずなんだけどな。あ、あった。あ、色彩の丘見えてる。色彩の丘にやってまいりました。アルパカ牧場もあるけど入るかな、どうしようかな。色彩の丘、はい、エンダインマップ、大人ね500円。アルパカ牧場はさらに500円。ノロッコ号500円、駐車場500円。全部やったらすごいことになるけど。感動の丘、花園展望、色彩の丘美瑛。はい、横とかはね、あの売店とかあって、うん、お土産とか売ってます。おはようございます。お二人です。はい、はい、どうぞ。はい、どうも。早速ロールちゃん。おー、ロールちゃん、あ、痛い痛い痛い。記念撮影でもしようかな。ロールちゃん、何のポーズかな。ロール、今とりあえずこれにしようか、うん、ね、このノロッコ号に乗りたいと思います。うわっ、おー、うわー、楽
楽しい。お、サルビアだって。わあ、綺麗だねあれ。ポーズ立ってる。ポーズ立ってる人がいます。おお。花眺めるのもすごくいいよね。いいね。おお、感動。たまに泊まってくれるんだよ。ビュースポットとか ね来ると写真撮ってくださいってことでフリータイムで1回ね下車して3分間すごいハートが近いよ。終わっちゃった。フリータイムが終わってまた回ります、うん、はい、楽しかった。ぐるっと園内一周、はい、アルパカ牧場ってありますけどどうしますか、うん、アルパカちゃん、アルパカちゃんはいいかな。500円です。ちょっとお腹空いたからさ、ここで何か食べるかな。何食べる。コロッケ。お腹空いたから買ってきてみました。こっちが北あかり、こっちが男爵。もう勝手に食ってる人いるけど。ホクホクしてる。下カリ美味しい。下カリの方が甘みがあるんだ、うん、こっち男爵だ。それでやっぱりそっちが下カリ。そう。そう言ってます。ショコちゃん登場です。ショコラお待たせ。ドッグランに今行きます。行くよ、はい、ショコちゃん、はい、ドッグラン、ドッグラン、あ、来た来た来た。お、来た来た来た。うん、走ってる走ってる走ってる。喜んでる。綺麗だね。見える？あ、綺麗だった。綺麗だ。回ったな。回ったな。はい、今10時16分。もうこの時間で満車です。色彩の丘から美瑛専科、はい、行ってみたかったとこだ。美味しいものここいっぱいあるからすごい楽しみにしてたんだよね。やったん。だいたい7キロぐらいかな。8分9分で行きます。はい。花園アンダーパス。あ、それだ。あ、ここだったんだ。美瑛専科。はい、美瑛専科にやってきました。はい。あ、すごい。びっくりした。あれ、白いアジサイ、お店咲いてる。本当だ。美瑛小麦工房、10時42分ですけども行列です。数に限りがございますので、お一人様各種5個まで。あ、ラスク作ってるんだこれ。買えたよ。いっぱいいっぱい買ってきた。あ、ね、雨降ってきちゃった。ね。ああ、もうね、ちょっと中入ってみよう。美瑛専科。専科市場9時から18時。小麦工房が10時から18時。レストラン。読めますよ。こっちはの専科市場マーケットになってます。お米とか、はい、野菜とかだね。ここは、うん、おかきとかカレーもあるね。お菓子、黒豆。これも有名なんだよね。これお菓子なの？そう。ああ、グラノーラ。そう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 。ああ、なるほどね。反対側はレストランになってます。お、メニューです。さっきまでここでご飯食べてる人 いっぱいいたけどね。そう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 、いたんだよいっぱい。ちょっと雨降ったからビニールかかってるけど、うまそう。見えた。シフォンケーキとかめちゃうまそう。デラックスジャガバター500円、小豆のソフトクリーム490円。うまそうねえ。小豆のソフトクリームデラックス、ジャガバター、そうデラックス、そう、うわ、小豆は小豆、うわ、絶対美味しいよねこれも。うん、めっちゃ甘い。小豆美味しい。芋が大きい。バターついてんのかな。そう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 、このバターがさ、うわ。いただきます。バターどう？絶対うまいよこの BA のバター。だもん、
うん、クリームバターみたいな味がすごい塩味がある。ベーコン食べてみて。うわ、ベーコンもすごい美味しい。うまそう。うん、過去最強に美味しい。我が家のクレソンボヤージュめっちゃ汚れてます。家庭的。あ、はい、次は、はい、ジェットコースターの道を通って、うん、美瑛から富良野に入っていきたいと思います。はい、美瑛専科でちょっとご飯食べたり休憩したりしたから、はい、うん、12時42分です今。美瑛専科からジェットコースターの道までは、はい、うん、だいたい10分ぐらい。おお、近いね。距離にして7、8キロ移動します、うん、美瑛は旭川、どっちかというとこう、この美瑛富良野地区で行ったらちょっと北側の方にあるんで、はいはい、北から南にこうちょっと下っていくような感じになります、うん、はいはい、次左、ちょっと行き過ぎちゃいました、余計なこと言ってたら。左方向です。左方向です。おっと、え、ほらジェットコースターの道。あ、これがそうなの。え、ここからって書いてるよ。ここからジェットコースターの道だって。急に始まった。知らんかった。おお、すげえ。うわー、まっすぐだ。気持ちいい。すごい。すごいいいよね、やっぱり。うわ、美瑛らしい景色。うわー、いいね、こういう雪とか。そうそうそう。第2のジェットコースター、ゴー！おお、下る。すごい。すごいわ。そして、お麦畑が広がってる。わあ、いいね。これが大自然だ。何言ってるの？あ、ここでもしかしてなんか写真スポットとかあんの？あ、写真スポット？あ、降りてみる？なんかさ、止めてる人いる。あ、ここあれだ、ビューポイント左。阿弥富良野八景、美瑛らしい風景だよね。うん、ジェットコースターの道です。ここまさに頂上。すごいよ。うわー、すごい。見てごらん。うわー。すごいよ。自転車で行きたい。今ジェットコースターの道から、はい、次は上富良野フラワーパークに行きたいと思います、うん、はいはい、また花ですけど、そこはね、なんと無料、うん、なおかつ今年初めての白い道が、いいな、行ってみたい。そうそう、そこなるのかな。はい、おお、上富良野フラワーランド。あ、ここ、うん、ジェットコースターの道から10分も走ってないかな。ね、5分ぐらい。うん、上富良野フラワーランドにやってきました。はい、ここは何といっても入園無料。はい、駐車場も無料だし、ペットも入園可能。よかった、神だね、神。無料いいです。行ってみましょう。雨降ってきました。ちょっと雨が降ってきてしまいました。はい、雨降るな。トラクターバスもこれね、大きい ね、すごく。ほら、今回来た理由が、はいはい、今年初めて、はい、この稚内のように白い道ができたっていうことで、ね、来てみました。白い道に、正体は貝殻です。ホタテなの、これ。ホタテだよ、ホタテだよ、ホタテだね。昔こういうのあったよね。うわ、ウェディングもやってます。すごい眺めでしょ。綺麗。ここも絶対来てほしい。一生懸命歩いてるよ。舌出した、暑いから。ちょっといいな、涼しい。ミレの広場です。ワッコだな、これ。クマだと思うよ。クマ。やっぱり富良野なんで、ラベンダーもここすごいです。ねえ、すっごい。よかった。よかったね。これで終わりにして、次どこ行く？あ、六花亭カンパーナ。ああ、ちょっと
何おやつ食べに行くかご飯食べてないんだけど本格的に話してきたギリギリセーフやばいやばい。次はね富良野市内の方に入っていこうと思っています。今予定してるのは六花亭カンパーナ。ここ今左手に見えてるのがサンタのヒゲって、ここ有名、メロンとかソフトクリーム乗っかってるやつ。万葉の湯ホテルなんですけど、アフラのラテール、ここは前回あの車中泊したところです。お金払えば車中泊させてもらいます。ここは中富良野の、まあ、メインの通り、あ、JR 富良野列車またで2両ちょうど来ました。富良野普通列車富良野。おお、はい、行きます行きます。いや本当はさ、ちょっと一回乗ってみたいんだよね。美瑛から、美瑛からファーム富田まで、はい、六花亭カンパーナ見えてきたと思う。ここもずっとブドウ、富良野ほらワインが有名だから。こっちが六花亭カンパーナ、左到着です。結構いるね、混んでる。あ、3時だからなんか鳴ってるやろ、激しく鈴というか鐘鐘あ、ほんとだ、すごい。あ、鳴ってる鳴ってる鳴ってる、全部ぶどう畑すごいこれ。六花亭カンパーナもあるんだけど、ジンギスカンの白樺、ここ帯広にあるんだけれど、ここ2時までだって忘れてました、間に合いませんでした。あ、でもなんかいい匂いする、ジンギスカンの匂いする。じゃあ六花亭カンパーナだけ今回は行ってみたいと思います。3時の鐘がさっきこれ鳴ってたの。うーん、いやー、ちょっと間に合わなかった。4時になるかな。はい、六花亭カンパーナにやってきたので今から中に入ってみようと思います。はい、うん、富良野六花亭カンパーナ、うわーめっちゃ広い、うわーすごい、まさに富良野、大自然、広いよね、すごい広い。どうかしら、エロいです。六花亭のポテトチップス1袋200円です。じゃがいも、塩、米油だけで作ったシンプルな薄味。ノーマルのポテチってこと？きた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 、すごい、うわ、雪やコンコン、混じりっけなし、380円。めっちゃ濃厚で美味しい。そしてユキヤコンコ、クッキー、クッキーがまたいいんだよ。うん、ほろ苦くて美味しい。いや食べてみよう。あー、何この濃厚なソフト、あの過去最高に濃厚かもこれ。あうわー絶対うまいよこれ。柔らかいの、わー美味しそう。うん、プレミア25500円。すごいレモン果汁がすごい効いてて、中のチーズケーキすごい、もうとろけちゃう、食べられちゃいますもうなくなりそうです。すごい 2.5 時間かけてじっくりと焼いたチーズケーキ、富良野餅、これ焼きたてだから、うわー塗ってるめっちゃうまいもちもちでめっちゃうまい。この何豆がすごく美味しいの、これめっちゃ食べたい、10個ぐらい食べれるまた伸びてるすごい、なんかすごいもちもちしてんだって、もちもひろくハヤシライス、これ井出智博さん直伝、これシェフがね、名前だって
。そうだよ。いただきます。めっちゃうまい。すごい濃厚で、すごいなんかじっくり煮込まれてる。美味しいね。そんなにひっくり返るほど美味しいの。うまい。濃いよね。うん、濃いなんてもんじゃない。こんなね、フードコートで食べるような味するやつじゃないよ。当たり前でしょ。2週間じっくり煮込んだ味って書いてあるよ。まあ、そっか。本格的なハヤシラーです。めっちゃうまいよね。こんなん食べたことない、うん、過去一番のハヤシライスです。ちょっと気絶してみな、食べた後。遅いわ。よかった、聞けて。激しくなってるわ。うわ、すっごい美味しかった。美味しかったね。全部が美味しかった。感動、六花亭ありがとう。はい、ポテトチップス買っちゃった。六花亭カンパーナを後にして新富良野プリンスに行きたいと思います。前回の富良野の動画でも行ったんだよね、うん、ニングルテラス、はいはい、冬だったので夏のニングルテラスを見てみたいなというところと、アンブレラスカイね、今年がスタートの年です。747本のアンブレラがあるんだけど、すごい幻想的でいいですよって、いうことです。楽しみです。楽しみ。ん？何？唇とむらがしてるな。富良野のヴィンテージクラシックを買わなきゃって考えてた。あったね、そういえば。到着しましたけど、雨が降ってきました。はい、こっち行ったらニングルテラス。前こんなのあったっけ？あったよ。あったんだ、うん、ここ、うん、にあるみたい。へー、すごい風鈴、すごいかわいい。いいね、うん、今度は風車。はい。すげえ、いっぱいあるな。いっぱいある、映えてる。ついにありました、アンブレラスカイ。綺麗だな。ねえ、雨めっちゃ降ってきて、雨めっちゃ降ってきちゃった、はい、まさにアンブレラスカイっていう。今もう雨宿り、雨宿り。ちょっと回ってみる。ほら誰もいません。雨です。あ、ちょっと呼んできたかも。雨宿り、雨宿り、何ぞりでしょう。あ、だいぶ呼んできたよ。ねえ、ねえ、よかった。よし、どこでもドアで行ってみよう。行ってみよう。宝くじが当たって幸せな世界になってますように。おー、違う世界が広がってる。違ってないから。あ、雨止んでよかった。5時16分、ヘロヘロです。ヘロヘロ。ちょっと強行しすぎじゃない、これ。ニングルテラス。ニングルテラス。こっちからスタートです。いや、やっぱり幻想的だよね。ねえ、すごい。良かったね、この時間で。そうそうそう。やっぱり夕方に来た方が絶対いい。ね。冬も良かったけど、うん、この雪のないこの夏とか、ね、この世界もいいね。ね、うん、まださ、記憶が新しいじゃん。そうそうそう。なんか思い出しながら歩いてるよ。まるでジブリの世界でしょ、これ。本当だ。これ冬でさ、動画作ったっけ？作ったっしょ。冬は冬でいいし、夏は夏で水とかせせらぎの音とかですごく癒し。ぐるーっとだいたい一周してきました。はい。いかがでしたでしょうか。ねえ、すごいよ、よかったよ。良きです。よかったよね。はい。ビエフラの、はい、1日目の動画はいかがでしたでしょうか。明日続き、うん、もうちょっとやりたいところがあるので。欲張りだね。欲張りすぎる。だけどさ、いやそこは外せんもんね。うん、はい、また明日。
はようございます。おはようございます。今の時間はね、5時50分です。早いな、今日も。ただいま、パンプッタに向かってます。わ、もう結構駐車場埋まってる。本当だ、もうごっちゃりいるまだ6時なのに、この車の入りようです。はい、到着。冬も来たんだよね。来たね。うん、誰もいないの分かっててやっぱりここをくぐった方がいいよね。ねー、ここお花がすごい。ここは花人の畑、花々が咲き乱れる花人を出迎える畑です。花人の畑からラベンダーを見に行きたいと思います。ファームトビタと言ったらやっぱりここだよね。ねー、ラベンダーだよね。すごい綺麗だな。綺麗。幸せだこれ。いい匂い。ほらすごい綺麗でしょ。ね、すごい。おばさんトラクター乗ってるけど。毎回恒例のラベンダーソフト。今日なんかすごい縦に綺麗だよ。これうまいんだよな。最高のシチュエーションだよね。ここはね、トラディショナルラベンダーのもう山一面にラベンダーが咲き誇ってます。うわー、すごいよ。山登ってくよ。登っていこう。急なのここ見て見て、きれいきれい。やっと到着。すごいきれいだな。きれい。こんな素敵な花畑あったんだ。初めてだ。初めて来た ね。 ね、めちゃくちゃこれかわいい、この花。ね、うん、すごい。ピンク、白、赤、オレンジ、すごい綺麗だよ。色鮮やか。菜の花畑、いや知らんかったな。さっきの花畑も知らんかったけど、こっちの花畑も初めてだわ。ね、何これ色こんなになってたの。広すぎる。すごいわ。絶対こっちも見てください。超おすすめ。自分たちも初めて見たファームトミタでした。感動です。感動、感動です。そういうのいらない。ファームトミタがこちら左側、そしてすぐ隣に、はい、富田メロンハウスがあります。富田メロンハウスはすぐファーム富田の隣にあります。来た来た来た。まずはカットメロン定番です。うわうまそう。赤肉メロンです。うまそう。うん、めっちゃ甘い。やったね。食べる？シャコ。食べるんだ。食べる食べる。メ。メロン。メロンです。メロンの果汁。ね。のスムージー。ね、うん。じゃメロンをキュッて絞ったって感じじゃない？うんうん。そう。言ってることもそのまんまだったね。メロンの果汁のスムージー。これメロンパン、やばいな、これうまそうすぎて。うわ、なんかクリーム入ってる。メロンシフォン。ね、メロン。うわ、めっちゃうまい。メロンそのまま入ってる。シフォンも柔らかいの。わあ、メロンのシュークリーム。メロン丸ごとだよ。うん、こぼした。クリームは何？到達してません。うん、うん、生クリームです。うわあ、クリーム出てきたよ。赤肉メロン、うまい。それだけか。うわ、うわ、青だ。青肉メロン。
違いある？あるけど分かんない。その程度のバカ舌か。結構甘いの、うんうん、合うわ。あのバカ舌の人が違いが分かりませんでした。どれ、なんか違うでしょ、うん、こっちの方がちょっとさっぱりしてる。さっぱりしてる。バカ舌じゃないんで。はい、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけね、どうだったかな、ビーフラの旅は。今から、うん、はい、車中泊をしに行きます。はい、楽しみにしててね。ではまた。はい、いいな、富田メロンハウスにあるアスレチック。うん、ここブランコもあるし、うん、アスレチック。違うか。